こんにちは。こんにちは。この動画が始まるにあたって徳ちゃんがさっき怖かーって言った。怖かね。ついに来たよ。まあセットを見てもらおう。まあセットはい。どう。まあこれ多分ね見覚えがあると思うんです。はい。まあご存知あのカルメ焼きセット。うん。の時のこれでございますね。で今回もカルメ焼きを作るわけですが。はい。まあ最終章ですよ多分。はい。はい。見せちゃってください。約10倍。10倍はあるですね、確かにね。約10倍、まあ、この通りですよ。巨大カルメ焼きを作るのでできるか分からんいや、しないよ。巨大は楽しいけどさ、あのさ、この巨大カルメ焼きを作ろうって当たって、うん、これね、頼んだんだ、銅の鍋、うん、まあまあいい値段するね、これね。あ、なるほどね、うん、まあまあいい、まあまあ、新品やけど、ね、ちょっとおしゃれやもん、うん、一回は極めたけんね、これ。極めたというか、徳ちゃんが多分極めた。極めた、うん、マジ、あのね、加減を知った。ね、知ったね。じゃあ、行くか。行きますか。じゃあ、俺、あれ作るね。オッケー。あの、モコモコ、ね、モコモコのネタ。お願いします。はい、じゃあ、重曹卵パクやったっけ。重曹卵。重曹卵、あ、思い出した、思い出した。じゃあ、ちょっと、ザラメ入れて待機しとくよ。はい。ちょっと多くないこれ。こんなもんやで。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、マジこれでだってね、うん、こんなのできてももう面白ないやん。もうこんなんやろ。まあね、完成は。あ、まあ、じゃあもういいよ。まあ、タランプやなと。いや、マジでちょっとザラメがなくなったら企画終了って。そうか、行ったろ、行ったろ、キム行ったろって。ああ、一瞬なんか向こう側行かないと。一回ね、成功させよう。あ、そっか、水の量か。水の量、それが浸るくらいやったよね。そう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 。うわ、これ分かりにくい。もうザーマン入れすぎが良かったような気がするね。うん、こんなもんじゃないかな。こんなもんやったっけ。こんなもんやないか。うわ、多分ドンピシャやと思うぞ。ドンピシャを。でもね、こうはやっぱ無理かな。こういくない多分こんくらい粘ばよ、多分。オッケー、はい、じゃあ行きますか。オッケー。これ炭酸どんくらい入れよったっけ。半分いこう。半分いったか、うん、なんかオッケー。あ、やべ、これなんかすごいことなってる。だいだい、オッケー。点火します。はい、どうぞ。もう温め出しよく、うん、うわー、怖っ。で、火をね、うん、中火ぐらい。ああ、そうね、もうあいやつが来るからね。そうそう、焦げ映画。水が偉い。あー、でもこんなもんよね。あー、なんか成功しそうな気がしてきた、ね、もう油断は、もう火つけた瞬間から油断できんじゃんね。これ大丈夫、置いたままで大丈夫、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 まだまだ、ね、まだまだ、俺は信じろ。まあ3回目ですけど、俺1回も成功したことないね。実は徳ちゃんだけやけん、この、あ、まだザラメの残っとんもんなって思って火ばあげたりしたらもう地獄やもんね。一気にいくもん、うんうん、焦げーね、焦げーって、はい、残念、焦げーが来る。はい、はい、失敗、はい、またしてねって。で、ちょっと早めにね、この重曹を入れすぎるとダメ、早すぎ、ね、ただのベチャーってしたやつがね。そうそうそう、あー、危ない、大丈夫。危ない、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 大丈夫、大丈夫、大丈夫、トクちゃん、持って、焦げるって、もう、あー、もう焦ったり急いだりね、したらもうギリのね、うん、そう、99、はいってならばもんね。この1通り越せるともうね、はぁー、焦げーさよならってね。おいぐらいのもう職人になってくってもこうですよ。あー、危ない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 来るって来るって、これできんやったらもう来いね、居残り残業やけんね。来い、まあまあよ、来い、巨大とかしたらいかん類や。うわー、来い、今85ぐらいやろね、多分。いやー、怖えー、マジ、これもう失敗したのか。失敗したら俺もう一発でこれ心折れるやつやん。いやー、どのぐらいやろ。あー、それ微妙なライン。99って言いたかったけどね、まだやとんねー、多分ね。うわー、怖えーわー。キム、はい、運命の時は近い。あー、なんか来てるような気がする。行きます、これ絶対来い、来よ。来てる、いける、来るかも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 、来
もうこぼれ、またまたまた、もうこぼれていい、こぼれていい。さあ来るか、早かったか、早かったか、早かったか、お前は早いのか。あわっぱー、95やったとか、ここでも下がったらいかんてな。話す。あー、くる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 、来てる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 、最後ちょっと頑張れ頑張れ頑張れ、いけ、もっともっといけ、もっといけ、いけるいけるいける、怖い、これ成功じゃないのか。でもどうなんだこれは、最後触ったとか、これどうなんだ、これ成功と言えますか。70倍いや、あの失敗にしてはまあ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 ね、確かに確かに、うん、あー軽め焼きだ、うん、あ、今までで一番ふわふわ、うん、多分ね、うん、俺が思うに成功だけど、うん、形がちょっと、なんか納得のいかん成功な感じだね、なんかね、なんかそんな感じがする、うん、ダメだこれ。何やろ、その重さに耐えきらんとかな。今とっちゃん諦めようって言ったの、カメラがいて、ごめん、もう多い、見失っとった自分が。ごめん、忘れとった、あの心意気。さあやるんだ、やろう。じゃあ水入れます。いいよ、でも水の量とかもまあまあ全然ないことやろ。そんなもんでいこう、こんなもんでいこう。あはははは、え、じゃあ喧嘩今回水膨らめん、ちょっと膨らめました、早く膨らみたいって。いいよ、訴えかけよる、訴えかけていきよう、もっともっともっと僕を膨らませて、いや、どがんじゃいひねくれて、ボイーってなんか、こっちだけ、何しよっかお前って言うよ、ね、こっちでしょ、こっちレジェンドって言われますと、花咲かすんだよね、花びら一度開いたような、で、さらにゴッドって言われたら、もう観音様ので、これでこう出てくる。どうぞ、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 足から出てくるよ。さっきよりなんかドロドロ感がすごい、うん、ちょっとね、重たい、うん、いけ、もう準備しとってば、はい、もう行く、もう行く、もう行く、はいはい、100、はい、100、わー、これ来たかも、これ来たかも、来たかも、もう、離します、はい、離します、おー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 、ほらほら、来てる、来てんじゃね、来てんじゃね、来てんじゃね、観音様、観音様、そっちも来た、これ観音様だ、でも頭や、ね、さっきより明らかに膨らんでない、膨らんどる、わ、さっきよりうまい、いや、もうこれ以上多分膨らまんとかな、ね、多分ね、はい、分かった、はい、地球の重力的にはこれ以上膨らまないのかな、かな、うん、もっとね、でもこうなってほしいからね、なんやろ、言わん、そういくもんで、大体多分、まあ、膨らませてるっちゃ膨らませてる、一回こっちでやってみる。やる、最後に、じゃあ多分これね、成功と思うよね、うん、俺も成功、もうこれ以上ね、いかんと思っちゃう ね、まあ機会があったら、うんうん、またちょっとね、うん、やってみてもいいけど、で、一回これでやって、で、うん、できてここに乗せて完成だ、そうね、あ、じゃあ最後はさ、キムに任せた。あー、ちょっとトクちゃん、トクちゃん結構来てるよ、もうちょっと上げて、上げて、はい、でゆっくり見せて、はい、もうちょいゆっくり、あー、ちょっと最初はあのお玉から始まったんですよ、徳ちゃん、ね、で完成して、結構しとるね、じゃあ完成して、
そしたらもうはしゃぎすぎてこの辺の段差でガンと崩れたって。あーもうすごい。さらこい重装ドーン。はい、入った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 。あー来るか、集大成。さあ集大成。おおこれはこれはこれ来るか来るか来るか、来た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 。観音様、観音様、はいどうぞ。来た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 。怖い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 。どや木村、いや、もう、さすが、もうこれもだって今までで一番もうだって、どやアミネトルもアミネトルも、いや、いや、もうこれ2段階いったね。もうチャンピオン、チャンピオン長いね。もういろいろとで、もう修行したらこれぐらいはできるんだって。アミネトルこれやろ、見たかったのは。この層から出るこれやろ。これでございます。ただ、こういうの巨大ってなったら大事だぞ。無理やね、難しかったね。半分成功やね、巨大はね。半分成功やね。いや、もうさすがでございます。じゃあ、まあ、巨大カルビ焼き半分成功ということで。半分成功、はい、まあ、このサイズが一番作りやすいと、はい、いうことでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。さすがでございます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。